こんにちは星空案内人星野ソムリエ成形写真家の岩佐です2021年ですね2021年の主な天体イベントについてお知らせします2021年のメインイベントは月食ですね月食2回あります日本全国で見ることのできる月食が2回あります一つは私の大好きな怪奇月食でもう一つもほぼ怪奇月食なんですよね 皆既月食は私の好物ですんで近くなれば分かりやすく詳しい情報をお伝えしますねえ先に天文現象に詳しくない方でも興味深い2021年の主なイベントをざっと見てみましょう、えーまあ、天文現象の中でもトップクラスといえば、まあ、日食になりますね、えー、それも皆既日食ですよね。まあ、ついで金冠食金冠日食食日だと 思いますがどちらも2021年にありますが残念ながら日本では見られません2021年も海外に行けるかどうかわかりませんが6月10日にですね金管食ありますカナダとかグリーンランドの方北の方ですね12月4日には回帰日食があります南極大陸の方らしいんですよねちょっと難しいですよね えー、どこかスポンサーになって私を南極に連れてってくれるところを募集しております、えー、真面目に募集しております <laughs> 私を連れてってもらえるなら、えー、星空の写真でも動画でもまあ何でもですね、えー、誰も見たことがない素晴らしいものを提供できるでしょう自費、えー、で行かんのかいという話ですが、えー、お金の問題よりもですねまあ、スタッフが欲しいなとまあ、そう思っております えー、そして肝心の日本でも見られる月食ですが、5月26日に回帰月食があります。えー、日本全国で回帰月食を見ることができます。この日は1年で最も月が大きく見える満月の日ですね。つまり、えー、スーパームーンの日でもあります。今年最大の定期イベントになりますよね。えー、期待しましょう。まあ、不定期に来る大きな彗星なんかね、まあ、そちらも期待したいんですけどね。 ま現時点ではわからないものになります。もう一つですが、11月19日に部分月食があります。部分月食なんですけど、ほぼ会期月食に近いと言っていい部分月食ですね。赤い月が見られるようですね。食の最大は18時過ぎになりますけど、最大食分0.97っていうことなんで、あの食分っていうのは直径分ですね。直径1として。 どの辺りまでその食が来るか影が来るかっていうことなんで1で完全に皆既月食になりますね、まあ、この数値1以上になるんですけど0.97っていうことはまあほぼ皆既月食ですね、まあ、これも期待ですねまた近づけば詳しく説明します皆既、まあ、月食の時の様子をまた詳しくやりますけどもざっといつものステラリウムウェブで見てみましょうこちらですね えー、時間は5月26日の20時20分の空になります。まあ、回帰中だと思いますけど、えー、こちらは、えー、南、東、南西の空ですね。南西の空に、わ、えー、かりますかね、これ、サソリ座が登ろうとしてます。これ、アンタレスですね。えー、その近くに、えー、回帰中の月が現れるという、えー、なかなかこう、 近いですし面白い写真が撮れそうな気がします。まあ、これは期待ですすねままた詳しくやりますで11月のほぼ皆既日食の方ですけどこちらも空を見るとですね、まあ、これはほぼ東の方になりますがちょっと見ていただくとプレイヤーです「スバルがすぐ近くにあります。もうほぼの 月がここにありますね。赤い月が見えると思います。アルデバラン、大牛座ですね。これもまた面白い場所にありますんで、結構見ものかなと思ってます。ほぼ回帰日食の11月ですね。これもまた詳しくご案内しますね、近づけば。あとは天体イベントというとやっぱり流星群ですが、三大流星群、2021年はこんな感じです。 どうでしょうねペルセウス座流星群以外は条件が悪そうですねでシブンギ座流星群っていうのは新年早々のイベントなんですけど月齢が20ということで条件は良くないです、えー、もうすぐですけど私は特に案内はしないと思いますでペルセウス座流星群のピークは日本時間で13日の4時頃ですね明け方ぐらいですね で月齢が4ですので月明かりもないので、えー、夜9時ぐらいに月沈むと思いますがそれ以降は月明かりもなく好条件で観察することができそうですこれも近くなったら詳しく案内したいと思いますでこの前もあった双子座流星群ですけど、えー、こちらも月齢が11と、まあ、月明かりが明るめのため条件はあまり良くありません えーまあ、はっきりわかってる天体イベントはこんんなもんですね、えー、今年話題になったネオワイズ彗星は、まあ、はっきり見られなかったんで、えー、ぜひ今年こそ条件のいい大彗星が来ないかなと、まあ、毎年思ってますけどね、えー、とんでもないレベルの「流星雨」とか、えー「大彗星」はいつも期待してますけど、まあ、このところ全くないですよね。来年こそはと期待してます 興味あるイベントは個々に詳しく解説しますね。えー、それでは良、えー、いお年を迎えましょう。ご視聴ありがとうございました。